ゴルフの時に身につける服だったりっていうのはすごく自分の中で線を引いてたんですね。ゴルフ場はまあ舞台だっていう意識が強くあったんで、普段の自分じゃなくてプロゴルファーのまあ石川遼を表現する舞台っていうイメージが今まではあったんですけど、今はなんか等身大に近いんですね。正直ゴルフ場の自分がまあ本当の自分っていう、むしろそういう感覚なんですね。だからやっぱゴルフをやってる時が一番自分らしいなっていうところを感じるし、まあ、むしろその一番自分らしさを出せる場所でもあるし、悪い意味でも自分らしさが出てしまう、自分の性格が出てしまうっていうところではあるんで、一番自分を感じる場所なんで、そこでその何か演技をしようとかっていうことではなくて、それが本来の自分なんだよっていうのを、なんかそっちの方が自分はしっくりくるようになってきたんですね。なんかこう年齢とともに、でそうなった時にそのまさかまあこうやって身につけるものまで普段の自分のテイストに近いという自分の好みに近いものをこう自分の大好きなゴルフ場という場所で着られるっていうのがまあ今現在なので、まあこんなに普段の自分の生活、私生活とゴルフとかまあリンクしていいのかなっていうぐらい、すごくまあ今自分はこうゴルフをいろんな側面からも楽しめてるっていうところがあるので。